はい、おはようございます。今日は阿諏訪川漁協さんの鮎の放流、稚鮎の放流ですね、来ております。ここは内水面センター、福井県内水面センターですね。ここから積み込みをして川まで行くと、積み込みの様子からご覧いただけるように撮っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。サクラも釣れちゃう、ウナギも釣れちゃう、内水面センターです。新魚と怖いのからこう何だろう、なんとこれが、鮎の飼育棟です。なかなか中には入れないんですが、中の様子を映すことができましたので、中の様子も、ご覧ください。トラックのね、横にいますのが九龍川の中部漁協組合の中川組合長。九龍川の組合長も熱心でして、他のやっぱり漁協さんの、放流なんかの、視察もよくされております。お互いのね、漁協さんの情報交換なんかをしながら、鮎の放流量なんかも調節しているようです。これやばいの見つけたかもしれない。ちょっとカメラずらします。ででんでで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 ん、鹿の角発見。おお、来た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 、おろろろ、死んでないですね。優秀。本当に優秀。2カ所目です。田尻新橋ですかね。はい。行きました。はい。おお、いったいった。はい、いったいったいった。おお。川の真ん中まで掃除した。2カ所目終了。手際が良い。で最後は小学校の皆さんと。皆さんこんにちは。今日は皆さんに放流のお手伝いをしていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長靴の中をずらさないように皆さん、あの安全面には気をつけていただいて、よろしくお願いしたいと思います。ないね。
おやすタクシー、まだまだお忙し。ほら、こんな感じ。終わりました。終わりー。はい。お、入った。お、お。シュートシュート。お。今日も最初ありがとうございました。今日の放流はこれで一応終了です。今日は古参の放流です。滋賀県から運ばれてくるので結構時間が経っちゃって弱ってしまうので、できるだけ早く急いで準備して放流します。うわすごい、うわすごいすごいすごい、わすごい、めちゃくちゃ元気や。うわマジか。古参ですね。大きさ的には12センチです。おいぼしも出てる。これが古参です。池田町内ですね。早っ。うわこれ見えますかね。すごいよ。バラぐらい。バラ。3カ所目ですね。今度は橋の上から。もうスタートしたぞ。これもともやな。あ、骨は骨やな。外して。はい、終わり、はい、はい、ありがとう。そうですもんね、なんか去年も後伸びしたじゃないですか、バーッと途中の。そうあれすごかったですね。なぜかっつうと、見事だやん。はいはい、これで遅れてんだわ。はいはい、これでもう会費は場所村ポンと出る。はいはい、試練は、はい、これで後半、後半のはいるんや。後半すごかったですもんね。うん、だからそういうのはある。あ、だから今年も場所村は出る。はい、この宝は、はい、失いついて、はい、まあ、今の友人の対象になるのには1ヶ月半ぐらいかかる、はい、1ヶ月半ぐらい、はい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 、
天然ならもっと早い。1ヶ月あれば次。今週も最後までご視聴いただきありがとうございます。子さんの放流に関しましては12センチほどでしたので、まあ、1ヶ月で5センチぐらい成長して17センチ18センチぐらいのが解禁日釣れるのではないかなと思っております。ぜひ福井県の阿諏訪川遊びに来てください。6月18日阿諏訪川解禁ですので僕も解禁日が来ます。チャンネル登録高評価、よろしくお願いします。全国のアユ釣り師ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやっておりますのでぜひ遊びに来てください。それではまた来週。